ティム・ジェニングスは、サウスカロライナ州、オレンジバーグ出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはコーナーバック。ジョージア大学から2006年の NFL ドラフト2巡62位で、インディアナポリスコルツに指名されて入団した。1年目の2006年、チームはスーパーボウルを制した。コルツには2009年まで4シーズン所属し、53試合に出場、4インターセプトを挙げた。フリーエージェントとなった彼はシカゴベアーズと2年契約を結び、チャールズ・ティルマンの逆サイドを守った。2010年のバッファロー・ウィルズ戦ではインターセプトリターン TD を挙げている。2011年の第15週シアトルシーホークス戦の後、控えに降格されたが、グリーンベイパッカーズ戦で代役のザック・ボーマンがビッグプレーを許したため、最終週のミネソタ・バイキングス戦では先発に戻った。2012年3月、ベアーズと2年契約を果たした。この年のインディアナポリス・コルツとの開幕戦で、アンドリュー・ラックから2インターセプトを挙げ、クリス・コンテのインターセプトも彼が弾いたものであった。2011年の最終戦から2012年の第3週、セントルイス・ラムズ戦まで4戦連続でインターセプトを挙げたが、これは、ベアーズの選手としては1986年のデーブ・デュアソン以来26年ぶりのことであった。9月に NFL トップの4インターセプトを挙げて、NFC 月間最優秀守備選手に選ばれている。この年、14試合に出場し、60タックル、9インターセプトを挙げて、プロボウルに選出された。2013年、全16試合で先発し、57タックル、4インターセプト、2リターン TD を挙げた。2014年1月2日、ベアーズと4年間の契約延長を果たした。2014年は、全16試合に出場したが、インターセプト0に終わり、スピード違反で逮捕されるなどトラブルを起こしていた。2015年8月30日、ベアーズから解雇された。身長は5フィート8インチと小柄だが、タックル能力があり、カバー2のスキームに適している。いとこのドニー・エイブラハムも NFL でプレーした。ありがとうございます。